クロマックス。皆さん多分210万です。あの後半行くかもしれません。はい、どうもクロワックスです。ということでこの車今ね、あのカメラマンスーさん、はい、僕撮ってます。ということで GoPro で撮影しておりますこちらのお車、まあクロワックスをいっぱい見てくださってる方だったらこのお車がどなたの車かはよくご存知だと思いますが、この車先にね型を言うと DA17V のジョイなんです。ただターボモデルじゃないんです。で四駆なんです。で四速オートマなんですって。お前何しに来た。お前何ということで、はい、こんな感じでね、こちらのお車ね、新車で100万、いじって10万でとんでもないお車になってるんで、あのどれだけお金がかかったのかっていうところも含めて、さらにどんだけいろんなもんが、装備されてるのかっていうところも含めて皆様にね、いろいろお話をしていこうと思います。そしてお届けしていこうと思います。ということで今回はこちらの DA17V ジョインのパートタイム4駆ですね、こちらの車紹介しようと思います。ということでこちらのお車のオーナー様、この方でございます。ということで、はい、小沢さん何度目登場ですかね。ということで、小沢さんの新車のエブラでございます。ということでご紹介させていただこうと思いますんで、本日はどうぞよろしくお願いいたします。ということで、サブチャンネルの裏黒で小沢さんの以前のお車 DA62 ワゴン最上位グレードの62、はい、25万円で購入して、25万円をかけてリフトアップをしていろいろいじったんだけど、肉じゃなくて四駆が欲しくなっちゃったから1年で乗り換えた車がこちら。あのね、裏黒でね、次のオーナーさん募集しますっていうような話で、小沢さんの以前のね愛車はクロワックスの視聴者さんの手元に渡って今も元気に走っている状況なんですが、こちらですね、白の DA17V ですよね。ジョイン、なぜターボにしなかったかというと、ターボにするとこちらの DH7 に関してはフルタイム4駆になってしまうと、アクロ走破性を高めるためにはパートタイム4駆の方がアクロ走破性が高いよねっていうことで、わざわざターボモデルじゃなくて NA モデルで買われたっていう、その男気っぷりっすよ。その男気っぷりのお車紹介させていただきたいんですが、これ新車で買われてもうほぼほぼすぐに、あれですよね、リフトアップとタイヤホイールでバンパーエブラをされた感じですよね。でそこからまたいろんな部品を後からいろいろね、小沢さんご自分で取り付けられたということで、かなりやりやりになっちゃってる状況なんで、すいません、しばらく出てなかったんですが、小沢さんに関しましては、クロワックス的にも完全なド変態の車で、小沢さん自体もド変態っていう、1年で乗り換えちゃうんですからね。なんでそのあたりも含めてこちらの車紹介していこうと思います。外装、これフロントのバンパーに関してはフォレストオートさんのエブラキットが入っていて塗装がなされているというような状況でございます。これ純正でフォグを入れたんですか、後付けじゃなくて。後付けですね。これエブラにするときに一緒に入れたやつ。あ、入れてくれた、はい、そういうことですね。はい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 。これ新車で購入ですからね、皆様、新車で購入してほぼほぼすぐにこうエブラになってますから。ということでこれはメッキバンパー後からですよね。そうですね、はい、メッキグリル、ここら辺ぐらいに、はい、ついてたんで、こういうような形でエブラのマークがついていると。ちなみにこれ新車で買われた時、新車の価格でおいくらだったんですか。新車で全部190万190万円のエブリーということで、もうワゴン買えるじゃないですか。ターボ買えるじゃないですかぐらいの勢い。はい、新車で190万円したジョインですが、すげえな、そっからまたいじっちゃってますからね。で、これはなんすか、ボンネットフィンみたいな。100キロぐらいで走ってるとフロントガラスにちょっとの雨だったらつかないよと、はい、雨がつかないよっていうこのボンネットフィンがついていたり、結構メッキパーツ多いんですよ、これ絶対見ると思う。いや個人的にですよ、メッキパーツ入れるんだったらボディ色黒でメッキ入れた方が映えるんじゃないのかなと思ってたんですけど、ポイントポイントで黒入ってるんでメッキ入れてもこれ全然違和感ないんだな。小沢さんとか SNS で取り付けましたって結構上げてたじゃないですか、はい、白にメッキって個人的に思ってたんですけど、全然近くで見ると違和感ない。はい、小沢さんが映り込むぐらい。はい、メッキ、これもメッキカバーですよね。そうですね。でここもメッキ、
ここもメッキで、ここもメッキ。これも、あ、貼るやつだ、はい、はいはいはい、メッキ。ここもメッキということで、ピラーもメッキ化されているというような状況ですね。で、サイドデカール、はい、で、サイドデカールがついていて、これもフォレストさんのステンシル風カッティングシートついていてっていうことなんですけど、俺気になったのこれなんですか、これ何のやつですか。いや、別に、ね、関係ないですね。誰のラインですか。誰のラインでもないです。誰のラインでもないんだ誰のラインでもないんですけど、はい、これちなみにちょっと読み取っていいですか。ちょっと読み取ってみますね。はいはい、今ね iPhone でやってますが、読み取らねえやで、こんな感じで真横から見ていただければ分かる通り、はい、後ろも前もこんな感じでリフトアップスプリング組まれてると。これもフォレストさんのリフトアップスプリングですね、はい、で、タイヤは以前の62に履かせた時のオープンカントリーをそのまま、そうですね、以前の62も買ってから2000キロぐらいしか走ってなかった状態だから、ほとんどあれですよね、セカンドカー的に趣味の車として、乗られようとしていた車を、クロワークスと出会ってしまい、林道を走る楽しみを覚えてしまい、四駆が欲しいって言って62じゃなくて17買っちゃったりそういう感じでございます。で、まあ、顔がねハスラーとの、アイノコみたいな形のエブラーちゃんっていう形なんで、ホイールもハスラー純正のテッチホイール入れているような状況でございます。これ後ろもまたねいろいろやられてるんですよ。もうねやっちゃったっていうステッカーがいっぱい、はい、まずはねもうフォレストオートさんの定番のこの後ろのデカールでございます。でね、鈴木にこだわると、でドッペルギャンガーと、How do you like、なんて感じですかこれ、ウェンズデイ、水曜どうでしょう、あ、水曜どうでしょうだあ、これ水道だしかも水道ステッカーじゃなくてこれでいくっていう、そのはぁ、よりね、よりそのマニアックさが出てくるよねはいはいはい、ということでこんな感じで、クロワークスでも仲良くさせていただいてる YouTuber さんとかそういう方たちもいらっしゃいますが、ちゃんとクロワークスのステッカー貼っていただいております。ありがとうございます。これね、フォレストオートさんとのコラボステッカー、フォレストオートさんの製品をね購入して希望していただいた方にしかお届けしてないやつだったり、これと、あれ、エラーもある、はい、以前のねクロワークスのエラーステッカーこれもここに貼ってあったりとかもします。あ、これもだ、スグルがね、仲良くさせてもらってるというか、幼馴染の安藤くんがやっているマスターをしているリモンチェロとのコラボステッカーなんていうのも、リモンチェロで検索してみてください。下の概要欄にありますんで飛んでいただくとね、このお店で飲食してクロワークスで見てきたんですよって言ったらこのステッカーがもらえるみたいなね、こんなのもあったりもしますが、こんな感じで。俺すげえ気になったのこれなんすか。あー、マグナムスキンさんのステッカーだ。はい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 、ということで、あのクロワークスでも関わらせていただいている方とか、私もよく存じ上げている YouTuber さんのステッカーなんかは後ろにバッと貼ってあります。で、残念な点が1個あるんですよね、はい、これ何型っていうんですかこの方。3型、はい、エブリーも1型2型3型って出ていて、3型になるとバンでもっすよね、後ろのバックセンサーみたいなんですかね、はい、バックセンサーがついている関係で後ろがエブラーキットのバンパーつけられないんですよ。なんで純正のエブリーのバンパーを黒く塗って、その上でここにフィン後から取り付けてるよっていう形で、実はパッと見完全エブラーなんですけど、実は3型に関してはこのバックセンサーの関係で後ろのエブラーキットが取り付けができないということで、実はこれ純正のエブリーのテールでございますということで、リアーチオープンお願いいたします。ほい、ということでこんな感じで、まず上からいきますか、はい、これね純正の棚す、ここに椅子とかキャンプ用品ケースね、積まれてるような状況で、あ、もうすでにこんな感じで、これいいな、これステンレスのメッシュどこに売ってるんですか。100均です。え、マジですか、はい、これステンレスよね、はい、マジで100均で売ってます。マジで、はい、ステンレスのメッシュがこういうような形で、これマグネットですよね。そうですね、マグネットで取り付けられていて、はい、そこにこういうような形のいろいろなものがついていると、はい、で、あの今もう画角入ってますけど、これね、ここをキャンプ地とするとリハッチ開けたら見えますもんね。見ますね、うん、ここ寝るぞと、今日はこの場所が車中泊スポットだとなったら、もうここをキャンプ地とするとステッカーが貼って、でこっちもねあるんですよ、こっちもあるんで、じゃあこっちから行っとこうかな、はい、
ギアいじったっけ、ロー入っちゃってもうウィリーさん、これね、これ一番俺もね大爆笑させてもらったあのシーンですよ。水曜どうでしょうファンだったら皆さんあのご存知だと思うんですけど、まあ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 よかったですね。クロマックスの視聴者さんは結構水曜どうでしょう好きな方が多かったりもするので、はい、よかったらねこれ見ていただければと思います。これですよこれ、はい、こちらの棚、これはね、クロマックスでも紹介させていただいてる MGR さんがこれ欲しいんすよってラインナップなかったのを、MGR の平井社長にお話ししたら、うん、いいよっつって作ってくださっちゃった棚っていう、棚でございます。これね、強度、耐荷重がそんなにでかいものじゃないから、常時荷物を置いておくっていうところに関しては難しいんですけど、この棚いいのがね、ちゃんとここのユーティリティナット、ユーティリティナットのところで固定をされていて、しっかりと強度十分な形で棚が出来上がってると。ただ、この棚自体は強度十分なんですよ。エブリィの弱点、ここのユーティリティナットの弱さによって、ちょっと耐荷重がね、なかなか取れないよっていうような状況になってるんで、まあ就寝するときに上に荷物をねずらしたりとかっていうような形で使ったらいいんじゃないかなっていうふうにお話しして作って、こういうのが欲しいんですよってお話ししたら、実際に作っていただけちゃった、棚をもうすでに購入されて装着されてますもうクロマックスいろいろあって、その動画をなかなか出せてない状況で、小沢さんも先にこれ出てたんで買っちゃいましたっつってでもう実際にねもう導入されてるというような状況でございます。でこれね、棚に関しては以前にね MGR さんの動画いっぱい投稿させていただいた時期がありました。その中で MGR さんの商品の中で私スグル代表的におすすめなのはこのパンチカーペット仕様なんですよ。なんでかっていうのは他の動画でお伝えしてますが、ここにねマジックテープが効くわけです。なんでまあこういったボックスでもいいし、まあこういったボックスでもいいんですけど、上に置いておくよ、常時置いておいて走るよっていう時には裏側にね、裏側にマジックテープの押す部分を仕込んでいただくと、こうガッと噛みついて動かなくなるよというような部分があったりする、メリットのあるパンチカーペット仕様のものだったりもしますというようなお話でございます。ここら辺のキャンプグッズに関してはあれですよね、以前の6人の時から積まれてるキャンプグッズが一通りっていう形なんですが、ちょこちょこ見えるんですよ、こうやってこういうのがそしてね、あちら側にもね青いのが見えるんですよこれこういうような形で出来上がってるよっていうのと、気になるこれなんですよ。これもね、ちょっと一ネタ、クロマークスで以前紹介した視聴者さんスタイルっていう形で、入れられてたりもする内容だったりもするんで、ここも含めてじゃあスライド動画からちょっとご紹介させていただきましょう。はい、ということでスライドドアオープンということで、ジョインでございます。はい、ジョインなんでワゴンシートが入ってますね。なんで荷室からちょっと上が上がってる状態だったりしますと。で基本的にはじゃあこういつ普段はこういう感じでレイアウトで走られてる感じですね。そうですね、はい、運転席助手席が生きてる状態、さらにジョインの利点、シートが分割で左右が起き上がるというところを利用して、1個はシート行き状態で、もう1個は寝かした状態でこういう風になってると。でクロマックスずっと見ていただいてる方だったら分かるんですけど、以前紹介させていただいた堀井さんのエブラー、堀井さんの就寝スタイルっていうところを真似して就寝スタイル作ってみましたよっていうお話だったので、ちょっとこれ展開できますかということで、ベッド展開状態を後ろから見させていただくとこんな感じでございます。はい、これ何センチかける何センチなんですか？60かける60です。60かける60で切り出した、木の上にクッションフロア貼っております。で、その3分割した状態でこれ並んでるんですが、これね60かける3ということで1800、はい、1800がここに確保できる状態が作れるんですよ。で、これ3分割に60かける60で3分割してる最大の理由っていうのがここなんですよ。このちょっとした段差部分、ジョインになってくると、ジョインターボになってくると出てくるちょっとしたこの段差部分を埋めるために、この 60×60 でこう橋渡しするんですよね。で橋渡しした先で、はい、また60が伸びていて足元にも60があると、こういう状況を作るので、はい、今ちょっと分かると思います。こういう感じになるんですけど、この板を3枚置いとくだけで、こうやってマットを引いていただくだけで完全にフラットが作れるとしかもね、これフォレストオープさんのパーフェクトマットでございます。寝心地どうすか？いいですありがとうございます。僕もね、就寝するときはこのパーフェクトマット、場合によっては家でも使ったりするときあるんですけど、パーフェクトマットを使わせてもらってます。
で、先ほど見させていただいたこのボディドクター、はい、これね 100% 発泡ゴムの素材を活用したマットでございます。これがねパーフェクトマットにも仕込まれているということで、寝心地抜群の低反発でも高反発でもない完全なる正反発マットという形でね売り出されている商品なんですが、それが仕込まれたマットということで、かなり快適な寝心地を実現しているマットでございます。で、それを引いた上で、小沢さんこれ引いてるんですか？引いてます。あ、これなんですか？これは低反発、低反発のキッチンマット。あ、低反発キッチンマット、これもねあれですよね、堀井さんの案でございます。その上にさらにこれがちょうどいいサイズなんですよね、 60×1800 で完全にもう就寝スペースですよ。このね 60×1800 とかで出てる低反発のキッチンマット、これをねうまく活用するといい感じの寝床が完成するっていうお話ですね。もうクロマワークスの動画めっちゃ見まくってくださってるじゃないですか、小沢さんめっちゃクロマワークスの動画を見まくっていただいた結果、自分に合うなっていうところをいいとこ取りした上で出来上がったこの就寝スペースですよね。こうやって見させていただくと、もうこういう感じで就寝スペースが出来上がってるような状況でございます。これであれば全然寝れますよね、はい、ちょっとね膝を上げると当たるかな当たるかない当たらないかなぐらいの高さにはなってるんですけど、ちょっとねここの部分の高さを上げてくださってることによって MJRさんの棚がここにねネジ止めをして、高さをちょっと上げてくださってることによって、ここの高さを十分確保できるようにしてあります。下側に潜り込んで寝るときでもあんまりね膝が当たってこう寝苦しい状況にならないような形の高さを実現した上で、しっかりともう寝れるぜっていう、そういうような仕様でここねもう就寝スペースが確保されているというような状況でございます。これ純正オプションでここにライトついてるんですよ。これね今昼間だから無理、あんまりね明るく見えないかもしれないけど、これね夜点灯してもらったんですよね以前にね、はい、結構足元を広く照らしてくれるんで、この純正オプションありですよ。なんでまあね電源をここかな、こっから電源引っ張ってくれば純正オプションじゃなくてもここにライトは仕込めるんじゃないかってちょっとね俺考えたりもするんですよ。ということで小沢さんの純正オプションからそういったヒントもいただいていたりもします。体感用の金具をちょっと曲げて加工してるんですか、それともこういう形状、こういう形で売ってるんで、こういう形状のものを使ってでエレクターを固定して、で純正オプションのリアの棚をもうすでに使われているので、後ろのユーティリティラットは使えないですよね。そうですね。なんでネジ山のところから一段上げた形ですよね、はい、一段上げた形のそのブラケットを使ってエレクターパイプを伸ばして、でこっち側見ると分かりやすいかな、はい、このね部分の一段上まで伸ばすというような状況で作ってらっしゃると。でこれこういうような形の継ぎ手を使ってエレクターをまた向こうまで伸ばして、そこに網を張ってると。これあれですね、ここの上の棚の収納の延長線上ですね。そうですね。でまた荷物の収納スペースをさらに飛躍的に上げるためにこういうような形を取ってらっしゃると。でさっきね俺いいなと思ったのこれ、これの風量良かったっすよ。これ2500円ぐらい、そうですね、2500円ぐらいで Amazon とかで売ってる扇風機なんですけど、USB で充電ができて単体でもそのまま駆動する扇風機、これすごいっすよ。風量良かったっす。他のやつ僕が買ったね、2000円ぐらいかなで買った扇風機よりも全然風量強くていい感じでした。これおすすめでね、こういう風にクリップがついてるんで、こんな感じでポール部分にかませることでね取り付けることができる商品でございます。あ、これはあれだ、ゴリラポットっていうか巻きつけるタイプのやつなんですね。こういうやつもあったりとかいうような形で車内かなり作り込んでるよという状況でございます。ちなみに小沢さん釣りするっすか？いや、しないっす。これロッドホルダー用ですよね、これこれロッドホルダー用のやつなんですけど何に使ってるっすか？一応なんか使えるかな、なんかぶら下げられるかなみたいな、あ、そんな感じで使われてるって釣りですなんですけど、こういう感じで車内が出来上がってるという感じですね。あ、もう大事にされてますね。もう大事にしてるのが分かる。さっきもちらっと見ましたが、はい、これこういう感じでシートカバーをつけられていたり、ハンドルカバーもつけていてということでされておりますが、はい、ここね見てください。僕の車にはついてないいろんな装備がついてる。ヘッドライトレベラーゼはついてたかな、
でフォグもついてないでしょ。でこれ後ろのセンサー、パーキングセンサーもついてないし、はみ出しの警報音ですよね、はい、もうついてないし、これもついてないよ、これもついてないよ。そっか、3型からこれなんて言うんでしたっけ、衝突安全、そうですね、系追突しないようにね、つく、追突を防止するためのブレーキアシスト機能なんかもついていたり、横滑り防止装置もついてる。すげえ、俺ここ四駆ボタンしかついてないですよ。ってことはこれ四駆ボタンどこにあるんですか。あ、四駆ボタンここだ。俺のクロマックス号そっちだよ、四駆ボタン。はあ、じゃあボタンの位置も変わってんだ、3型で。これちょっと気になったんですけど、これなんですか。それあのトラック運転手の YouTuber の。ああ、トラック運転手さんの YouTuber さんがいるんですね。へえ、20トン超、はい、へえ、結構あれですね、 YouTube いろいろ見られてるんです ね、 いますね。はい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 というような形でこんな感じの車内なんですが、俺ねこれも参考にさせてもらいたいと思って今日小沢さんが来るの心待ちにしてたんですよ。これハイエース用のなんですよね、うん、ハイエース用のセンターコンソールボックスっていうのかな、はい、足元のボックス、はい、これがエブリィにこんなに簡単にスッてつくんですか。つきますね。これは、何かで固定は、あ、振動防止で、はい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 、でも置いてあるだけですよね。そうですね。これ安定どうする。あ、全然大丈夫です。マジですか。ちょっといいですか、揺らして。あ、ちょっと動きますけど、何かでビッと固定ができてしまう状況があれば、これでね今分かると思うんですけど、ペットボトルが倒れてしまうような状況もなく、すげえな、すげえな、そういう感じでできるよっていうものがここにある。これちょっと ISN の買おうかな。これいくらしました。3500円ぐらいですかね。あ、これも決定採用、これ使うこれはあった方がいい。ドリンクホルダーがね、これここと2箇所なんですけど、なかなかねもうちょっとドリンクホルダー欲しかったりするんですよね。なぞきにここにあって、ここにしかもゴミ箱がなると。そうよ、もうこれもこれ買うの決まりましたからもうというような形で車内ねがっつりいじられてるよっていうお車でございます。こんな感じでですね、車内も本当に綺麗に保たれてるお車、3000キロ、本当に新車っすよしかもナビ、これナビもいいやつ入れてないですか。はいはい、純正オプションの社外費みたいな、そうですね、ついてたりとか、なんかすげえな、俺の知らないのがいっぱいあるよ。そっか、そうなんだねということで、こんな感じの小沢さんのお車でございました。すげえよ、あーすげえよ、俺こんなにお金かけらんねえよということで、夢がいっぱい詰まった小沢さんのお車紹介させていただきました。もう完全に趣味の車じゃないですか。だってこれそれこそパーフェクトマットとかボディドクターとか、それこそこのメッキパーツとか、新車で190何万じゃないですか、はい、でリフトアップして、タイヤホイール入れてエブラーキット組んで、でいろいろやられて、皆さん多分210万ですあの後半行くかもしれません後半に足届いてますよね、完全にまあ、300まではいかない、いかないぐらいの、はい、ぐらいの完全に趣味車でございます。すげえ、俺300万あったら絶対ベンツの C クラス中古で買うってあの小沢さんに言ってしまったんですがこの間なんですけど、もう本当に夢詰まってますね。はい、ということで小沢さんやっちゃいましたねこの車この後どっかいじりたいとかあるんですか。とりあえずはないですけど、まあバー、あ、そっか、言ってたあの前の、62のワゴンの時には、キャリアつけてバーライトつけてたんですよ。でそれを全部部品ついたまま他の視聴者さんにお譲りして、自分は新車を買って、多分次下手したらキャリアとバーライト、それもフォレストオーツさんだよ。やばいっしょ、それさやばいっす。これあの300万弱だからはい、はいはい、夢が詰まったこちらのお車でございますが、これでまだ林道を走りに行ったことがないんだって。小沢さん四駆はどっかで入れたくなって一回入れたそうですねっていうぐらいで、四駆としての性能をまだこれ発揮させてないからなんで、あの裏草いっぱい生い茂ってるあの畑があるんですけど、そこ走りますかなり傷つきますけどということで、今度ねこういった四駆でリフトアップしてる視聴者さんとかと一緒に、ね、一緒になってどっかに行きたいなと、林道なんか遊び行けたら面白いよね、うん、なんでそういうのもやってみたいななんていうことを感じさせていただく、こちらの小沢さんのお車でございました。行きてえな。そ
そう、畑だったら別に走れますよ。いやいや違う違う違う、ちょっと山登ってって林道を未舗装の林道バーって上がってったらパッて景色が開けて、すげえいい景色のとこあったんだよ。小沢さんも行かれましたもんね。そうっす、前の62のワゴンの時に行った天空の池、はい、ああははは、あれめっちゃ景色良かったと思うね。で、クロマックスの牛尾さんも結構一緒に参加していただいて行ったんですけど、本当にね、絶景があったりするんですよ、林道のその先に。なんで、そういうようなところをみんなで遊びに行けたら面白いなというふうにちょっと思ったんで、よし、そういう企画やりますか、やりますかということで、そういう企画もちょっとやってみたいなというふうに思わせていただけるワクワクするお車でございました。小沢さん、本当にありがとうございます。はい、ということで、今回は小沢さんの新車300万円弱のエブラちゃんこちらを紹介しましたが、いかがだったでしょうか。本当にね、やっちゃったっすね小沢さんお小遣い制なんですよね。そうっすね。で、そのお小遣いをコツ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 貯めて、何年分ですか。10年、20年。はい、お小遣い10年分を大放出して買われたこの車すげえ。あれですよね、ご家族にもうるせえ、俺の小遣いでやってんだっつって。いや、小沢さんが堅実にずっとこう貯めてこられたお金が今ここで大放出されて、小沢さんの欲求が満たされてると思うと僕は嬉しくてしょうがないなんでね、今後ともイベントがあればぜひとも参加していただきたいですし、今度一緒に林道走り行きましょう。はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は小沢さんのエブラ紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とありがとうございます、チャンネル登録お願いいたします。またツイッター、インスタグラム、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。いや、すげえ、もうなんか何でもできるぜっていう、車中泊するぜっていう車内がもう完全に出来上がっていて、なんだったらこのままあれですよね、食材だけ買えば2、3日野営ができちゃう、それぐらいの装備は常にこの車の中に揃っている状況でございます。